はい、ライフサイエンス統合データベースセンターという DBCLS というところから来ました小野博正と申します。今日はですね、今森岡さんからもお話があった通り、私がやる会は遺伝子発現データベースのウェブツールの使い方の基礎編ということで1時間半枠をいただいております。でその次にですね、休憩を挟んで、これの応用実践編ということで、日本大学の沖さんに喋っていただきます。大体この2つはですね、タイトルをご覧になって分かる通りで続編になっております。で大体バーッと見ていただいて、なんとなく皆さんお気づきかと思うんですけど、2日目の内容に関しては基本的にはそのご自身で例えばデータを出されたですとか、あと公共データベースからデータを取ってきて、ある例えば何でしょうね、2倍以上増えた遺伝子がじゃあ2000個ありましたと、そんな時に一個一個遺伝子見てたら日が暮れてしまいますので、じゃあそれをじゃあどうやっていかに工夫をしてですね、そこからこの生物学的な知見を見出していくか、仮説を立てていくかっていうところに、どういうデータベースだったりウェブツールだったりを使ったらいいのかというごく一部なんですけれども、限られた時間でですね、いくつか代表的なものを紹介していただいて、皆さんのご研究に役立てていただければなと、そういう趣旨でやります。はい、それでですね、ポップアップがうまくいかないかもしれないなんていうので、ちょっと最初バタバタしたんですけれども、ちょっといろいろやんごとなき理由で、皆さんのウェブブラウザ、皆さんのマシンのところに入ってると思うんですけど、今日は Google Chrome っていう丸い、何でしょう、ありますよね、上から4つ目、デスクトップに上から4つ目ぐらいにショートカットがあると思うんですけど、それを使ってやっていきたいと。昨日もインターネットエクスプローラーを使うとうまくいかないよなんて話があったと思うんですけど、これよくあることで、界隈では有名な話なので、よくわからない方は、Google Chrome の方がいいんだということで、ちょっと今日は使っていただければなと思います。で、早速ですが、私の回と、今日全体的にですね、手持ちの資料がなくて、ウェブに全部あると。そういうスタイルであります。でちょっと書き込みたい方はちょっと申し訳ないんですけど、ご自身のノートに書いていただいてですね、ただしかし最新の、間違いなんかあった場合は適宜すぐ直せるようにウェブに上げております。でこれもずっと残りますので、帰っていただいて復習するなりですね、知り合いの方に紹介するなり、いろいろの先ほど人的交流と話がありましたけど、それのツールとして使っていただければ幸いです。で、ですね、ごめんなさい。で早速じゃあ講習会のページに行きたいんですけれども、Google 検索で、AJAX53 と検索をしていただくと、こんな感じでですね、一番上に出てくるサイトの下に2番目におそらくこんなアジャックストレーニングスラッシュアジャックス53 GitHub とかってこう書いてあるものが出てるかと思います。こちらをじゃあちょっと押していただいて、出てこないという方はですね、挙手にてすぐ教えてくださいね。今回は実習でも皆さんハンズオンですので、座学は全くありませんので、詰まった方はすぐに呼んでいただいてキャッチアップしていただくと、そういうふうにしたいと思います。でこれもし出てこないという方はこの一番上の方からですね、行く方法もあります。でこちらですね、講習資料はこちらのサイトを押していただくと moddb という方、またちょっと似たようなページが出てくるんですけど、この辺は少しうまくですね、整理をして皆さんに振り返りやすいように、ちょっとこの辺のレイアウトを今改修中ですので、ちょっと今回はご容赦ください。でこの一番下の方に行きますとリンクが貼られております。こういう感じですね、2日目の、私の回ですね、基礎編、こちらリンクございますので、こちらをクリックしていただくと、そうするとこんなようなページが出てきたんじゃないかと思うんですけど、まずこのページにたどり着きましょう。つけない方はすぐに手を挙げてください。よろしいですか。これここをずっと表示して置いていただいて、ここにもう今回でざーっと見ていただければですね、分かると思うんですけど、概要から講習の流れとかもう全部書いてあります。で実験のいわゆるそのプロトコールみたいな感じでですね、じゃあ1番まずは
何々をします、2番何々をします、3番何々をしますという形で書かれていますので、私の話を聞かなくてもできるようになってるんです。簡単なことを言うと。で、分からない方は私が前で実演をしますので、それについて来ていただく、一緒にやっていただくと。で、なんかこれは分かりそうだなという方はもうどんどん先に進んでやってみてください。よろしいですか、皆さん大丈夫ですかね。はい、では、始めていきたいと思います。で、私小野博正と言いますが、どういう素性のものかというのはここリンク先になってますんで、見ていただければ大体いろいろ書いてあります。もともと私はコンピューターじゃなくてウェットのラボで普通に実験をしてやってた人間で、そこからですね、ちょっといろいろ縁があって、こんなような仕事を今しております。それでですね、今回は今ちょっとこれ私がジャッと喋っちゃったんですけど、概要としてはこういうことなんです。大体ご一読いただいて、ここですね、数百とか数千に及ぶ遺伝子セットについて生物学的な解釈をする方法とその結果の考察を実際にやってみるということです。で、今回はテストのデータをちょっと使うんですけれども、やっぱり皆さんが実験とかされてですね、ご自身 その注目している現象ですとか、あと遺伝子ですとか、皆さん心の中にお持ちだと思うんですけど、それをじゃあ実際にどうやって応用したら自分のところに使えるかななんていうのを想像しながらやっていただくと、かなり面白いのではないかなというふうに思います。で、今日は1時間半あるんですけれども、もう10分経ってしまいましたね。1時間20分をかけてですね、こういう流れでやっていきたいと思います。で、紹介するツールはですね3つありまして、1つは統合 TV で、昨日アンケートしてした時にですね、7割ぐらいの方がご存知だということで大変ありがたいところなんで、ここはざっといきます。で、メインはこの2つですね。個々の遺伝子の発現プロファイルを調べたい時にじゃあどうするか、これはよく例えば論文を読んでて、よく聞いたことないような遺伝子が急に出てきたぞなんていう時に、ね、その遺伝子を知るためには、もちろん論文を読むのがいいんでしょうけど、それ以外に例えば発現プロファイル、発現のこういうデータがあった時にそれを調べていくと、大体どういう感じなのかな、どういう遺伝子と近いのかななんていうのが想像できると理解がだいぶ進むと思いますので、そんなような状況を想定しています。で、もう一つのメインのところがこの先ほど来申してます、数十数千の遺伝子群が手元にあるときに、じゃあそれをどういうふうに解釈していくかというようなやり方を実習を交えてやっていきたいと思います。それでこれ今日一日も昨日からもちょっと言ってますけれども、ウェブベースでいろいろやっていきますので、みんなで同時にアクセスするとダメだよなんていう話が書いてあります。で、ということがあるので、できそうな方はですね、どんどん先に行けというのはそういうことなんですね。どんどん先にやっていただくと。で、分かりそうな方はちょっと周りで困っている方がいたらですね、ちょっとヘルプをしてあげるとか、そういうふうにしていただくと我々も大変ハッピーです。それで、あとは、よくあるのは反応、ロードしている時にですね、反応がないからっつってこう連打されちゃう方がいるんですけど、そういうゲームではありませんので、連打するとますますつながらないということになりますので、時間はそれなりにありますので、おおらかな気持ちでですね、ちょっと一服するというような気持ちでやっていただければなと思います。で、あとは分からないことがあったらもうすぐに手を挙げて、スタッフが周りに立っておりますので、呼んでいただくというふうなことをルールにしてやっていきたいと思います。で、昨日もですね、ちょっと基礎的な話をいろいろ NGS 関連ですとか、データベース周りの話がいろいろあったんですけど、それ以外にですね、この講習の内容をスムーズに理解するために押さえておくと良い基礎知識として、いろいろ遺伝子のデータベースとかの話をすると、どうしてもその ID とかの話がいろいろ出てくると思うんですけれども、その辺の話なんかはですね、過去の講習会でちょっとまとめて話をしていたりしますので、ちょっとその辺が不安だなと思われるような方は、この辺ちょっとチラチラっとですね、先に見ておくと、そういうことなのかというようなことが分かるんじゃないかと思います。もちろん今日分かんなかったら分かんないで、手を挙げていただいて、これどういうことかっていうのを聞いていただくのも構いませんけれども、こちらも参考にしてみてください。
であとよくあるですね、今回はあんまりリクエストっていうのはなかったんですけど、例えばこうあんまりメジャーじゃない生物を、じゃあ例えばヒューマンとかマウスとかそういういわゆるモデル生物のデータにこう見立てて解析をするなんていうのをよくやる方もいらっしゃるので、ここは医学部とか歯学部なんであんまりそういうことはないのかもしれないんですけど、まあ、そういった例の話の場合はですね、これもまた別の回で話をしていますので、もしこういうことをやりたいよなんていうのを思いついたらですね、この辺参考にしていただければなと思います。で、次世代シーケンス解析については昨日中里さんが大体喋ってくれましたね。はい、これも昨日紹介したと思います。ということで、それではちょっと統合 TV の話なんですけど、大体ご覧のご存知の通りのこういうこれですね。はい、でご存知ない方いるかもしれないですけど、 YouTube 版もあります。で、 YouTube は皆さんねもう使いこなされていると思いますので、こちらの方がいろいろと小回りが効いたり、まあ慣れてる部分もあると思いますので、同じものが全く同じものが上がってますので、まあ、どちらで見ていただいても構いません。で、直近でですね、4月から公開している動画は 4K ってテレビで最近騒いでるあれがありますよね。 4K とか 8K とかっていう高解像度の動画があるんですけど、その動画が上がりつつあります。上がってます。で、今回の録画も 4K で公開する予定なんですけど、 4K で見たい場合は YouTube じゃないと見れません。で、かつインターネットエクスプローラーとかでは無理で、Google Chrome、 今お使いになっている Google Chrome か Mac ですと Safari で YouTube にアクセスすると、公演の動画なんかは 4K で画質で、皆さん今こうやって会場でスライドをちょっと見てますけど、会場で見るよりクリアに見えるというものすごいクオリティですので、一度今ですね17本ぐらいすでに Galaxy の使い方 のワークショップのですね動画が上がってますんで、まあ、ちょっと今見るとあれなんで、まあ、帰ってからですね見ていただければ、おお 4K すごいなというのが分かると思います。あとは、まあ、大体この辺は皆さんご存知だということなので、まあ、大体分かっている内容かなと思います。で、今回その遺伝子発現の DB ですとかウェブツールの話をしてるんですけど、まあ、やはり時間の関係でその全部網羅的にやるっていうのはなかなか難しいですので、まあ、今回紹介した以外に何かないのかっていうところで、こういう発現性量解析っていうカテゴリーに分けて中身が入っていますので、まあ、なんか似たようなサイト、似たようなことができるサイトっていろいろこうあるんですね。なのでまあ、こんな感じでですね、網羅的に調べたい時にもこれだけいろんなツールがですねありますので、まあ、どれかしらは皆さんのこのやりたいことにかなうのではないかなと。で、もしなければリクエストをしてほしいというのが我々の希望です。で、お探しの動画が見つからないですとか、統合 TV に載ってないよなんて場合は直接メールしていただくのも構わないんですけど、なかなかやっぱりね、いきなりメールするのはしんどいので、こういうリクエストフォームっていうのを作ってみました。これポチポチ押していくだけでですね、我々にメールが届き、メールというかフォームが届きますので、本当に冷やかしでもいいので、ちょっとこの辺にですねリクエストしたいデータベースとかウェブツールの名前と、あと、まあ、URL をちょっと必ず入れていただくことになるんですけど、あと何ができるか、何をしたいかみたいなね、そういうのを書いていただくだけでポチッと押せば届きますので、ぜひこういうのをですね送っていただければ良いなと思っています。あ、それでですね、ちょっとタイミングがおかしくなっちゃったんですけど、統合 TV 編集は私がしております。で、全部動画中身を見て直したりとか追加したりとかっていうのをやっておりますので、まあ、私にメールしていただいてももちろん構わないですけど、それは大変だよねっていうところなので、こういうリクエストフォームを作っていますので、まあ、ぜひともご活用いただければなと思います。で、あとですね、まあ、これリクエストいただいて、まあ、いろいろ作ってるんですけど、まあ、その統合 TV の動画作成を今まで学生さんのアルバイトをですね
募っていろいろやっていたんですけれども、まあ、いろんな理由でちょっと我々ちょっと今三島の国立遺伝学研究所っていうところに移動してまして、そうするとちょっとなかなか今までは東京の根津にいたんですけれども、そこだとこう学生さんがすぐ来れるんですけど、まあ、なかなか三島に来るっていうとなかなかね新幹線乗らないといけないんで大変なところもあるんで、今遠隔でインターネット経由でですね動画を作れる仕組みを構築しております。なのでもし、まあ、医科歯科大の関係者の方でですねこういう動画を作って、いやもちろん無償ではなくて有償でお金をちゃんとお支払いするんですけど、まあ、こんなような動画を作って、まあ、勉強がてら例えば自分でこういうウェブツールとかデータベースを勉強して他の皆さんに分かるように動画を作るっていうのはなかなかこうプレゼンテーションの練習にもなっていいと思うんですけど、まあ、そんなような方が身近にいらっしゃったら後でこっそり教えていただくかメールしていただくかしていただければ対応いたしますので、こちらも合わせて募集中でございます。はい、すいません長くなりましたね。はい、で早速じゃあ本題に行きたいと思います。で1個目最初の話ですが、個々の一個一個の遺伝子のじゃあ発現プロファイルを、まあ、簡単に調べる方法があるよというような話です。で今回紹介する、まあ、これはですねいろんなデータベースがもうたくさんあって皆さんいろんなものを使われているんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、ここ我々が紹介したいデータベースがありまして、これ私たちが作っております。手前味噌で申し訳ないんですけど、これ REFEX と読みます。リファレンスエクスプレッションデータセット、エクスプレッションのリファレンスですね。で NCBI で RESIC ってあるじゃないですか、ご存知ですかね。よく、まあ、プライマー作ったりとかいろんな局面で見ると思うんですけど、あれはシーケンスのリファレンスなんですね。リファレンスシーケンスの略で REFSEEK なんですけど、まあ、それのエクスプレッション版があるといいよねっていう、まあ、発想でちょっと名前も似てるんですね。それで REFEX というふうになっています。でこれ何かっていうとですね、まあ、ちょっと生物種はこの3つ1マウスラットになってしまうんですけども、まあ、遺伝子発現情報のリファレンスとなるデータセットということで、何をリファレンスにしているか、何がリファレンスかっていうふうに考えたときにですね、ここに書いてある通り、正常組織ですとかあと初代の培養細胞ですとか、まあ、そういったもののある程度こう基準になりそうな状態の遺伝子発現データをパブリックなすでに誰でも利用できるものってたくさん今あるんですけれども、それをですねご自身が一個一個集めてきて例えば正規化をして並べ替えて見れるようにするのって結構ヘビーじゃないですか。でそれを我々の方である程度先に下ごしらえをしてですね、でこういうウェブベースで見れるようにしたというのがこのサイトです。でパブリックなデータっていってもいろいろ、まあ、実験その発現情報を取ってくる実験手法ってまあいくつかあるんですけど、まあ、それの中でもいくつかこう代表的なものと考えられるようなこういうような4つの実験手法をそれぞれ揃えて、もうこれも4つをですね並列に比較できるようになっています。例えば何でしょうね、ジーンチップだとこういう発現状況なんだけど、最近の RNA シーケンスで調べると、あ実はこんな違ってたんだとかっていうのが一目で分かると、そういうのがメリットの一つです。で、ですね、昨年、新たにこのファントム5っていう理研の横浜の研究所でやられている網羅的なですねトランスクリプトーム解析のプロジェクトがあるんですけれども、このデータ KEGIっていう方法で取ってるんですけれども、まあ、これのデータを追加しています。で今まではですね正常な人体の組織、胃ですとか心臓ですとか筋肉とかっていうのを40種類載せていたんですけど、このプロジェクトがすごいものすごいサンプルの数をやってまして、人で560種類ぐらい、マウスで300種類ぐらい のサンプルをですね一気にこうシーケンスするっていうプロジェクトだったの でこれもすでにパブリックになってますので、このデータなかなか使えるぞということで我々の方でですね率先してこれを REFEX に突っ込んでいます。でこれの使い方なんかをちょっと後で紹介したいと思います。
であとですね、まあ、何をじゃあ載せてるのかとかオリジナルデータはどれなんだっていう場合はこのレフェックスについてっていうリンク先にあの詳細を記述しておりますのであのもし気になる方はちょっと参考にしていただければな今日はちょっとあの詳細は省きますがあの見ていただければなと思います。でこのレフェックスで搭載されているデータに関してはあの全てパブリックなデータを取ってきています。でさらに我々の方で手を加えているんですけれど もう全て再利用可能です。どんな風に使っていただいても構いません。あの条件はあの先ほど、昨日ですねあの箕輪さんから話があったクリエイティブコモンズっていうあのライセンスで出してましてあの DBCLS のレフェックスから取りましたよっていうことだけさえ書いていただければあのどのようにしていただいても構わないとそういうライセンスで配布公開をしております。でですねあの直近でですね実はあのこういうレフェックスアナリシスとかっていうふうなタイトルではないんですけどその実験のタイトルみたいな形であの記述していただいて実際にそのご自身の研究 のデータの絞り込みですとか検証に使っていただいてあのこういう論文になったとオンコジーンっていう結構有名な雑誌にですね載ったような論文にあのこういうレフェックスアナリシスっていう記述をしていただいたぐらいであの書いていただいてます。なのでまあこういう感じでですねあの論文としてそのデータをそのまま引用していただくっていうようなケースも出てきてますので今日ちょっと使っていただいてですねあこれは使えそうだなと思ったらぜひあの論文にあの引用していただければなと我々の活動も浮かばれるような気がしますのでぜひともよろしくお願いします。でこのツールでできることまあ簡単いろいろあるんですけれどもまああの大まかにあのメジャーなものを4つぐらい挙げています。で今日は大体もうあのこの実習を通してですねこの4つがあの実際にできるようなあの組み方になってますのであのじゃあ実際にもうあの私がずっと喋っててもしょうがないので実習に移りたいと思いますが、ここまでで何かご不明な点とかありますか？大丈夫でしょうかね。はい。それでは早速実習の1番に移りたいと思います。実習の1番はレフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索するという一応タイトルになってますが、これをやっていきたいと思います。それでですね、じゃあまずはあのこのレフェックスを開いていただくんですが、一番上にはこれあの統合 TV のリンクが貼ってありますので、あのこの内容をほぼ統合 TV で紹介をしておりますので、あのもしよく分かんなかったよという方はあの動画を見ていただいて復習していただくのが良いと思いますので、一応リンクを貼ってあります。それでは1番ですね、でこのGitHub のページは残しておいた方がいいと思いますので、あのいいやり方としてはあの右このリンクをですね右クリックをしていただいて、そうすると例えばリンクを新規タブで開くとかって出ますよね。でそうするとこの GitHub のページはこうタブでこう残っていて、でリンク先が右側のタブとかにこう Chrome だと出てきているんじゃないかと思うんですけど、まあ、こんな風にしてですね、あのこっちで実際に実習の流れをやっていただいて、こっちにあのプロトコルが書いてあると、で分かんなかったらこっちを見に帰ってくるっていうような形で進めていただければと思います。でスクリーンショットなんかも貼ってありますんで、あの全然違う画面が出てきたとかよく分かんなくなったっていう場合はぜひあのインタラプトしてください。それでは早速ですが、今回も60人ぐらいいらっしゃいますんで、このレフェックスもですね、非常にあのなんていうんですかね、そんな強くないサーバーで運用しておりますので、以前なんか別のですね講習会と被っちゃって、一斉にアクセスしたらサーバーがダメになっちゃったみたいなことがあったんですけど、今日はどうでしょう、大丈夫そうですかね、皆さんたどり着けてますでしょうか。大丈夫そうですね。はい。ではそれでは分かる方はもうどんどん先に行ってくださいね。で今からじゃあ2番をやります。で、今回は組織特異的な遺伝子、組織特異的に発現する遺伝子を見たいという、まあ、よくあるその話ですよね。その実験のポジコンにしたいですとか、よくこういうようなことをやられると、ウェットの現場でやられると思うんですけど、まあ、そんなような時にいろいろ思い起こしていただくと、組織特異的遺伝子を調べるのに今まで何を使っていたかっ
ていうと、おそらく多くの人は例えば、まあ、じゃあそういう論文を読んだら載ってるんじゃないのとかっていうようなのが あると思うんですけど、じゃあ論文に載ってたから本当かっていうと、まあ、そうじゃないケースもあったりとか、あとはじゃあ全然知らないのが実は組織得意的だったなんてことがまあまああるわけなんですね。で今こういう時代で、まあ、いわゆる皆さんのお手持ちのノートブックパソコンでですね、大量のデータ解析ができるわけなんです。で遺伝子発現のデータも結構ね、ご自身のマシンで検索するのって今まですごい大変だったと思うんですけど、まあ、それをもう簡単に検索できる時代が来たということで、こういうようなのを用意しております。でこの造形アイコンにですねカーソルを合わせると、先ほど40種類って話をしたんですけど、その40種類が全部こう展開されて出てくるようになっています。こんな感じですね。まあ、大体10個のこのメジャーなグループに便宜上分けているんですけれども、まあ、大体機能が似通っているようなグループになってます。で今回はですね、じゃあ、まあ、一応例として肝臓特異的遺伝子を検索したいなという時にどういうふうに調べていくかっていうような流れで説明をしていきたいと思います。この肝臓っていうところをですねこうクリックしていただきます。そうしますと3番ですね、今、検索結果の一覧というのがこんな感じのものが出てきているんではないかと思います。でこの検索結果の一覧というところでですね、いろいろできます。でこの辺緑、オレンジ色で示してますけど、ここは相当している項目の切り替えができるわけです。ちょっとこの辺押してみてですね、どんな感じで相当ができるのかなんていうのをちょっと見ていただくといいかなと思うんですけど、こういう感じですね。今ティシュースペシフィシティ組織特異性が高い順にこう出してるんですけれども、まあ、それ以外に例えばじゃあこういうそれぞれの測定手法で一番高かったものを並べ替えたりですとか、あと遺伝子名の A から Z 順または逆引きで Z から A 順みたいな感じで並べたりできます。でピンときた方はですね鋭い方でこの注目度の高い順っていうのもあります。で注目度が高いとか低いとかっていうのは何でしているかっていうと、これパブメドのですね、パブメドを出すとその論文に紐づいて遺伝子とこう紐付けをしているんですね。で一番パブメドで紐づいている遺伝子が多いのは P53 っていう遺伝子があると思う、がんのね有名な遺伝子があると思うんですけど、それが今一番多いんです。で注目度の高い順でやると P53 が一番上に出てきますので、まあ、その辺界隈を調べたいっていう方はこの辺をしてもいいですし、まあでも多くの人はですねやっぱりあまり注目されてないやつを見たいわけですよね。でそういう時はこの辺の注目度の低い順とかってやると、全然手垢のついてないですね、未知というかあんまりこうメジャーじゃないだけど面白そうなものが、まあ、簡単に出てくるかもしれないということなんです。これだからこういういわゆるビッグデータというかこういう大量のデータからこうやって見て機械的にやった時に出てくるっていう意味ですので、普通に人間が恣意的に調べようとするとなかなか無理なものがですね簡単にこう出てくると、まあ、そういうようなことを目指しています。はい、ちょっと変えた方はまた元にティシュースペシフィシティハイに戻していただいて先に進みたいと思いますが、そうです。あと細かいところはちょっとまた後で話が出てきますのでちょっとそのままにしていただいて先に進みたいと思います。で次は4番ですが、各遺伝子の青い部分をクリックするとその個々の遺伝子の詳細情報っていうのが閲覧できるようになってます。ここですね、こういうフィブリノーゲンアルファチェーンですとかアルドケトリダクテースなんとかとかと ここの青い部分ですね、これがリンクになってますのでこういうとこですね、ここをクリックしていただくというふうなのが、指示が出ております。はい、でこれをクリックしていただくと、こっちか、ちょっと今サイトが重くて、ちょっと
もさっとしているという情報がありますが、60人皆さん真面目にやってるという証拠なんですね。これあの皆さん寝て動かしてないと快適に動くんですが、皆さん午後一番なんですけど非常に真面目にやっていただいてると、これありがとうございますということ。ちょっとですね待っていただいて焦らずともちゃんと出ますので、そういう方ちょっと前の私のこの画面を見ながら雰囲気つかんでいただければと思いますので、ちょっとそんな風にご対応いただければなと思います。で今回は例としてですね、フィブリノーゲンアルファチェーン、これを選択しておりますけれども、でそうするとですね、お手元もしくは前の私の方でもすでに重いという、そんなこともあろうかとこういうスクリーンショットを撮っております。でこちらで説明をしたいと思います。今5番を説明しておりますが、この詳細情報のところで何ができるかというと、このヒートマップオンボディパーツ 3D っていう機能がありまして、それがですねこれのことなんです。この人体マップ 3D のマップがありまして、これ今ちょっと 2D なんですけど、本当はですねこうぐりぐり動くんですね。アニメーション表示とかをやるとこう人体が 3D でこうぐるぐる回ったりします。で今回は肝臓特異的遺伝子をやってますので、肝臓皆さんもうねすぐ分かると思うんですけど、肝臓以外に例えばちょっとあんまり場所が分かんないような臓器の場合は、こういうのを使うとですね、今こう赤く肝臓が赤くなってますけど、こんな感じで視覚的に分かりますよと。でこれ今全身なんですけど、例えばこう体幹の部分だけでいいよとか、あとは脳の組織です。例えばじゃあ海馬って脳のどこにあったっけとかっていうのを見たい時には、例えばじゃあこ の頭の部分にフォーカスした、これそれぞれクリックできるようになってますので、クリックするとそれぞれビューアーが切り替わります。あ、帰ってきましたね。これもちょっとこんな感じです。体感ですとこんな感じで、アニメーションオフかな、ちょっと重いとあれですが、こんな感じですね。 3D で動いております。でこのボディーパーツ 3D というのはちょっと余談なんですけど、これも我々の DBCLS の方でオリジナルで作っているコンテンツで、こういう非常に高精度な、実際にこれモデルをですね、メディカルアーティストという人がですね実際に絵を描いて作っておりますので、こういうね医科歯科大とかですと、こういうような解剖学的な見地からっていう方も何人かいらっしゃると思いますので、こういうボディーパーツ 3D ってちょっと余談なんですけど、こういうサービスもございますので、ご存知の方もしかしているかもしれないですけど、こういうサービスもありまして、自由に人体の臓器の組み合わせですとかをマップできるというようなサービスになってます。ちょっとマップした後のアニメーションはダウンロードできたりするんですか？アニメーションはできたかな。ちょっと待ってくださいね。できるんじゃないかと思う。ごめんなさい。こっちか。こうするとどうでしょう。右クリックしてイメージを保存とかするとできるのかな。GIF アニメーションがございますので、講義等々で使っていただければ幸いでございます。で、ちょっと時間がありそうなので、ボディパーツ 3D とかってやるとですね、こういうボディパーツ 3D アナトモグラフィーとかっていう名前なんですけど、ちょっとこれもですね大量のデータがあって重いんですけど、こんな感じでですね非常にでもそうですね、オタッキーではないんですね。この医学部系だとやっぱりこの辺は全部覚えなさいみたいなこと言われるんですかね。ちょっと私医学部出身じゃないんで分かんないんですけど、こういう非常に細かいいろいろな解剖学のパーツ別というかありまして、萌えな人にはすごい萌えなようです。はい、ちょっとあまり詳しくはここやらないですけど、こういうようなものがあってですね、実際に自分でこういうパーツを組み合わせてこんな感じでここに投げ込んでいくとですね、それがさっきみたいにパーツでこう回ったりとか色を変えたりとか、そんなようなことができるようになってますので、こちらもちょっと番外編ですけど使っていただければ幸いです。
はい、で戻ります。で今まだ5番ですね。あ、今5番終わりました。で次6番で、右側に移りまして、組織40分類別データっていうのがあります。これが基本的にメインですね。こちら右側の組織40分類別データということで、従来ずっと載せていた40組織40臓器の発現パターンがこんな感じで示されていると。でここ、マウスオーバーしますとですね、その臓器がどのぐらいのこう発現量を示していたかっていうのが出てきます。で今回は肝臓特異的遺伝子ということなので、こういうここが肝臓なんですが、他の臓器はほとんどこう出てない、発現パターンとしては低いんですけど、肝臓だけでバーンと高いというようなものをピックアップしていますので、こういう感じで出てきております。でこれどうやって出してきてるかっていうとですね、いろいろ計算をあらかじめしているんですけども、非常に平易に言うとですね、これご覧の通りで、組織特異的遺伝子っていうのをじゃあ計算機的に定義するとどういうことか、どういうふうに表現されるかっていうと、他の臓器では全然低いんだけど、ある臓器だけでいわゆる外れ値ってあるじゃないですか。実験をしてて明らかに高い、これはエラーじゃないかとかっていうふうに排除されるような、外れ値みたいなデータを示すものを探してくると、それがなんていうんですかね、実際に生物学的に正しいかどうかは置いといて、こういう多量なデータから自動的に見出した時に組織特異的と思われる発現パターンを示す遺伝子をレフェックスでは出すようにしています。なので、実際に我々がこれを実験で確かめて組織特異的ですって言っているわけではなくて、正式な言葉遣いをすると組織特異的と思われる発現パターンを示しましたという、それの一覧表を出せると、そういうふうに捉えていただければよろしいと思います。それで、今6番でマウスオーバーをしました。であとはですね、例えばちょっとここで説明をしておくと、例えば今までよくやられていたマイクロアレイっていう方法がありますけど、それはこのジーンチップっていうものが、アフィメトリクス社っていうところが出していた有名なマイクロアレイなんですけど、それのデータなんですね。でそれがこう出てます。で最近のじゃあ RNA シーケンス、これちょっと RNA シーケンスでうまく測定がここできてないんですけど、例えばじゃあシーケンス手法でいうとこのケージっていうのも似たようなシーケンスの方法なんですけど、こう見たときに発現パターン似てるんだけどちょっと違いますよね。発現のパターンが、これ分かりますかね。なんでジーンチップではちょぼ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 こう出てるように見えるじゃないですか。だけどケージだと、ケージの方法ですとほとんどもうゼロに近いような中、肝臓だけがバーンと出てるみたいな、こういう感じになってます。これ非常にこういい例として使ってるんですけど、これなんでか分かる方いらっしゃいますかね。これ結構大事で、なんで我々がこう実験手法を4つも出してるか、こうケージだけでいいじゃないとか、マイクロアレイだけでいいじゃないかと思われるかと思うんですけど、これ非常に重要なことが一つあります。でこの辺の実験をやってた方はなんとなくイメージされてるんじゃないかなと思うんですけど、答えを言ってしまうと、ジーンチップってそのマイクロアレイの手法としてですね、ハイブリダイゼーションをして測定をしてるわけですよね。でそうするとどうしてもその実験の主義的にバックグラウンドが高くなっちゃうっていう、ハイブリダイゼーションのノイズというのかが出てしまうんですね。でそうするとこの低いやつっていうのは、例えばこれ全部隠してですね、ジーンチップだけ出すと、確かに肝臓特異的だけど、他の臓器でも低レベルながら発現してるんじゃないかとかって全然知らないと思えませんか。なんですけど、例えばシーケンスはじゃあ何がいいかっていうと、シーケンスは DNA の配列と RNA の配列をこう実際に読むわけですよね。でそれをこういくつじゃあ積み上げられたかみたいな形でカウントをしているわけなので、ないところには全くないんですね。発現シーケンスするものがないので、なのでハイブリダイゼーションみたいにないところもあるっぽく見えないんですね。ということで、この2つを比較するとこれはバックグラウンドなんだなっていう判断がつくわけなんです。でこれがないと、これがじゃあバックグラウンドかどうかっていうのは分かんないんですよね。分かんないと言うしかない。バックグラウンドかもしれないし、本当にこのぐらい出ているのかもしれないとかっていうことになるので、
だから1個の手法でこう何かものをですね言おうとすると結構危険なことってあって、やっぱりなんか比較をして、まあ、これは実験ですることと似たようなプロセスだと思うんですけど、あのいくつかこう対象とかうまく置いてですね、あのものを言っていくというのは、まあ、それの一環だと思いますが、それぞれ手法によっていいとこ悪いところがあります。で、例えばシーケンスだと何かこう、これはちょっと原因が分かんないですけど全く読めてないようなところもあったりもして、そうするとなんだ肝臓得意的じゃないじゃないとかって思っちゃうんですけど、他の手法で見るとやっぱりちゃんと出てるので、今度はこっちの方がなんか悪いんだろうなと。で、 RNA シーケンスのデータってまだ言ったらジーンチップのデータより全然少ないんですね。なのでそのサンプルの多さっていうのはやはりジーンチップに一日の長があって、あのいろんなマイナーなサンプルからメジャーなサンプルまでたくさんあるのが一番いいところですっていうふうに、いろいろ目的に応じてですね、あのご自身が参考にするまた使うデータセットを選ぶときに、まあ、いいところ悪いところはあるんだよということをあの認識していただいて使っていただくっていうのが大事だと思います。まあ、そんなようなここから示唆が得られると、まあ、そういう話でした。はい、それでですね、発言パターンはこんな感じで見れまして、そうですね、じゃあ次7番に行きまして、これもまああのこの40分類のデータをダウンロードできますよっていう話です。で、こちらを押していただくと、ここの今表示しているデータがあのタブ区切りのデータでダウンロードできますので、あのお手元の Excel ファイルで、あのこの一個一個こうマウスオーバーしてたんじゃめんどくさいというケースでは、あのダウンロードしていただいて Excel ファイルで見ていただくということができるようになっています。で、引き続きですね、下の方に行きたいと思います。で、8番プローブセット ID のリンク先をクリックすると書いてあります。で、これ下の方にざーっと行っていただいてですね、それはどこにあるかと言いますと、ここにございます。プローブセット ID のこのリンクがありますけれども、こちらを押しなさいというふうに書いてあります。で、こちらを押していただくと、プローブセット ID なので、あのピンとくる方は分かると思いますが、ジーンチップの、ID ですね。で、こちらを押すとこういうサイトに飛びます。これあのググルナと読みます。ググルナ初めて知ったという方いらっしゃいますか。あ、結構多いですね。 50% 半分ぐらいの方は知らなかったと。これ非常にあの便利なサービスで、あのちょっとまた手前味噌で申し訳ないんですけど DBC レスのサービスでございます。で、これあのタイトルもですね、ちょっとなんだ某検索大手サイトみたいないかがわしいサイトじゃないかと思われる方いらっしゃると思うんですけど、これ結構使えるサービスで、あの Google のように RNA トランスクリプトを検索したいっていう、そういうあの発想でこういう Google なってついています。で、こういう RNA とか転写産物の情報って、あの Google 検索されたことあると思うんですけど、まあちゃんと出てこないわけですよ。なのでググるな、ググっちゃダメだよと、そういうのはググるなでググりなさいみたいな、そういうシャレです。はい、これちょっと笑うとこなんですけど、あんまりちょっと皆さん真面目に受けていただいてるのあれなんですけど、はい、こういうちょっとシャレた名前になっております。でですね、これあの今ごめんなさい、いろいろ話が飛びましたが、こういうプローブセット ID を検索しているわけなんです。で、そうするとしれっとこういう結果が出てきてるんですけど、これ何かっていうと、あのマイクロアレイのマイクロアレイってですね、プローブっていうこういう ATGC がですね、こう基盤の上に立ってるんですね。そこをハイブリダイゼーションしているわけなんですけど、それが1本立ってるだけじゃなくて、こういう何本か立ってるわけなんですね。で、それのじゃあ実際のじゃあどういう配列を使ってハイブリダイゼーションしてるのかって皆さん考えたことありますかね。あんまりこうマイクロアレイとかやられる方でもこの辺あんまり意識されてない方多くてですね、実際問題どこを読んでるのか分かんないんだけど、一応マイクロアレイでこんなデータが出てましたとかっていうふうなことになるわけです。で、そうするとじゃあこれ下の方にですね、リザルトで出てて、人の、フィブリノーゲンアルファチェーン、まあ正解ですよね。で、ここのクリックをしていただくとこんな感じで、これあのよく皆さんご存知のレフシークのあのレコードなんですけど、これをですね簡単に検索してるんです、この Google なってサイトは。簡単に言うと、で、このレフシークの
もう中に書いてある情報だったら何でも超高速に検索するっていう、そういうサービスなんです。でもちろんそのレフスイクなんで、下の方に一番下に行くとですね、NCBI の方でかなり高精度にアノテーションされたこういうフィブリノーゲンアルファチェーンの配列のデータがこう出てきて、ここから例えばこの辺でじゃあプライマー作ろうかとかってやるわけですよね。っていうふうな感覚で見ていくと、こう下の方にちょっと今スクリーンだと見にくいんですけど、下の方にですね、あの緑色で色が変わってるところがあると思うんですけど、ここがあのマイクロアレイのジーンチップでデザインされているプライマーの位置なんです。プライマーというか、あの、まあ、プライマーでいいのか、プライマーの位置なんですね。やっぱりこうお尻の方なんですよね。っていうことがすぐ一発で分かると。で、これ意外にですね、探してみた方いらっしゃると思うんですけど、意外に見つからないんですね。アフィメトリックスのウェブサイトに行ってもなかなか見つからないということで諦めていたような方が多いと思うんですけど、これがですね、非常に簡単にサーチできるというふうになってます。で、これ分かったからじゃあ何がいいのかっていうとですね、例えばご自身の研究でですね、この前の方の例えば何でしょう、トランスクリプトバリアントの違い、じゃあトランスクリプトバリアント1と2の違いの発現パターンを調べる研究だったとするじゃないですか。でそれなのにこのお尻の方の発現パターンを見て何か比較をしてたりとかっていう方っていらっしゃったりするんですよね。なんで本当はここの前の方のプローブが設計されたら超ハッピーですし、まあ、そういうバリアントのアレなんかも出てるんで、そういう場合はいいんですけど、そうじゃなくて何も知らないでこの辺のお尻の方で設計されてるのに、じゃあ自分でプライマーで作って PCR したデータと全然違うんだけどマイクロアレイ信用できねえみたいな話になると、これちょっとアンハッピーな話で、あのミスリードにつながるということがありますので、まあ、その辺よく確認していただくというのが大事ですし、こういう確認できるツールがすでにあるんだよということをどこかこう頭の片隅に置いていただくと、まあ、そんなようなご研究されるときにですね、なんかあの名前の変な、なんだっけな、ググなんとかみたいなっていうふうに覚えていただければ、 DBCLS の講習会でやったんだと思えばですね、我々のサイトからたどり着けますので、ぜひちょっとキーワードだけでもですね覚えておいていただければ幸いです。で余談ですが、これトランスクリプトだけかよっていうことなんで、ゲノムでもできるようになっております。その場合はですね、この URL を、ごめんなさい、最初トップページで今 googlena.dbcls.jp なんですけど、これをですね ggenome にしてみてください。 ggenome、 ゲゲゲノムと読みます。これもゲゲゲの鬼太郎みたいな、そういう感じですね。特に妖怪がどうとかはないんですけど、ちょっと語呂の良さでゲゲゲノムと、まあ、GG ジェノムでもいいんですけど、はい、まあ、いろんな皆さんの覚えやすい覚え方で覚えていただければと思います。これはゲノムをですね、このGoogleなっぽく検索できるということで、ミスマッチなんかもだいぶ許してですね検索できるようになってますので、まあ、ちょっとそのご自身の研究によってゲノムを検索した方がいいのか、トランスクリプトだけでいいのかっていうのはちょっといろいろ条件があると思いますんで、まあ、それぞれ使い分けていただければいいかなと思います。はい、これも余談その1その2でした。はい、ということで今8番をやりました。で次にですね、なんかちょっと図がおかしいところに入ってますが、あとですね、このレフェックスの方のサイトで言うと、下の方に行くとこういういろんな ID の情報ですとかがこう一覧になってますので、まあ、遺伝子のこう辞書として使っていただく分にも非常に機能的なんじゃないかなというふうに思います。で右側にですね、いわゆるこのジーンオントロジーってありますけれども、ジーンオントロジーを全く今日初めて知りました、聞きましたという方いらっしゃいますか。あ、皆さん、あ、でも何人、数人ぐらいなんですね。あ、そうですか。ジーンオントロジーってもうウィキペディアとかで検索していただければ出てくるんですけど、何でしょうね、遺伝子の辞書というか語彙集みたいな形で、ある遺伝子、皆さんご経験あると思うんですけど、そのある遺伝子はその業界でしか実は名前が通用しないっていうことがよくあって、あるんですよね。 P53 なんかも業界が違えば読み名が違ったりとかってする問題があると思うんですけど、それをやめてですね、もっとちゃんとした統一した語彙で表現しようっていう、まあ、そういうプロジェクトです。
で遺伝子の名前だけじゃなくてこういう機能もですねちゃんと統一されたフォーマットで書きましょうっていうようなものがあって、ある個別の遺伝子に一個一個こういうような機能別にですねこういうスペック遺伝子のスペックみたいなのがこう書いてあります。のでこれを見ると大体この今回でいうとこういうフィブリノーゲンアルファチェーンっていう、割とメジャーな遺伝子ですけど、この遺伝子がどのような機能をしているのか、どういう場所にあるのか、あと分子的にどういう働きをしているのかっていうのをパッと見るだけでなんとなく専門家じゃない人でも分かるようになってるんですね。なのでこういう遺伝子発現解析の時に、よく、まずじゃあ GUI で解析してみようかみたいなことをよくやるわけですね。なので今回も例えばじゃあ今肝臓特異的でこういうフィブリノーゲンアルファチェーン取ってきたんですけど、じゃあそれ以外にこの辺の血液のこう凝固とか、なんかこう血小板の活性化とかに関係している他のじゃあ遺伝子ないの、他の発現見たいよなんていう時はこの辺のですね ID を押していただくと、レフェックスの中でこの同じ今回で言うとちょっとこれ消えちゃってますけど、これ血小板の活性化に関係するよって言われている遺伝子のリストが一発で出てくるわけです。そうするとアルブミンですよね。もうこれはもう皆さんね釈迦に説法ですけれども、アルブミンがトップに出てきたりとか、あとそれ以外に、よく聞いたことあるようなものがですね教科書レベルに載ってるようなものがバーッと出てくるわけです。でこれなんかも例えばさっきちょっと余談ですけど注目度の低い順とかってやるとちょっと面白いかもしれないですよねとかっていうのがピンときた方はかなりいい感じですね。はい、こんなこともレフェックス上でできるようになってます。はい、ざーっといきます。で、この辺ですね。例として、これは血液のこのコアギュレーションについてのところをやってます。同じことですね。で、先ほど来ですね、強調しておりましたファントム5のデータはじゃあどうやって見れるんだということで、ここにタブができております。このタブを切り替えていただくとちょっと簡素なんですが、こんなようなビューアーが皆さんの手元に出てきておりますでしょうか。なんだこれよくわかんねえぞというふうになると思うんですがですね、こんな感じになってます。絵を描くとここにですね、例えばじゃあサンプル名を入れてみたりですとか、でそうするとここにサンプル名とか発現値が出てきます。でここの一番下のこの四角がこれ移動可能なんですね。今一番左にありますけど、これドラッグしてこうやって引っ張っていくとですね、こう動いていると思います。でそうするとなんか上のバーもなんか流れていきますよね、こんな感じ でこれじゃあどういうことかっていうと、この下のこのグレーでバックがある部分はこれ人のサンプルを見てますんで、560サンプル全部を見てるんです。これ俯瞰してるんですね。で上に560個載せることができなかったので、下にこんな風に載せております。で多くの人は例えば発言が高いところを見れれば大体はハッピーなわけですよね。あ、後ろの方誰かちょっとヘルプを、こちら、はい、すいません。そうすると高いところ、じゃあこれちょっと高そうだなと、じゃあこれ何なんだろうと思ったらここにこう移動していくと、でそうするとこれこっちに行くとですね、このサンプルが何だったかっていうのがあそこのここにですね、ここの窓に右上の窓に出てるわけです。ちょっと字小さいで申し訳ないんですけど、リバーと出てるわけですよね。リバーのアダルト、成人のリバーで一番だ、これ非常にリーズナブルな結果なんですけど、じゃあこの成人のリバー以外にもなんかすげえ高そうなのがいっぱいあるぞということが分かると思うんですけど、じゃあこれは何なんだろうって見てみると、これヘパトサイトなんですね。肝細胞、肝細胞ですね。肝臓の個別の細胞ですね。そうすると非常にリーズナブルですと。でじゃあもうちょっと他にもあるじゃないかって見ていくと、例えばこっちで言うと、これは胎児の肝臓とか、あとはもっとじゃあこの辺もちょっと肝臓ほどではないけど高そうだっていうふうに見ていくと、あ、これちょっとポジコンの RNA ですね。ノーマルティシューのユニバーサル RNA なんで、置いといて隣行くと、これもポジコンですね。でバーッと、じゃあこの辺もちょっと行って、この辺見ましたっけ、ヘパトサイトで
あとはこっちか。あとこの辺を見てみるとですね、あの HepG2 って肝臓の研究やられてる方は非常にメジャーだと思うんですけど、あの肝臓のがん細胞株って結構有名な HepG2 っていう細胞がありますけど、これもまあ非常に高いと。で隣なんか見てみると、これは肺のがん、あれか、がん細胞ですかね。で隣もヘパトブラストーマのセルラインなので、まあ、大体こういう感じでですね、まあ、あのアダルトな非常の、あ、普通の正常の組織からファントム5ではこういう、あのいわゆる細胞株ですとか初代培養細胞のデータが入っておりますので、今までレフェックスは正常組織40種類しかなかったんですけど、もう少しですね、深い解析というか、いろんな種類の細胞ですとか組織の発現パターンをこうやって簡単に見れるというふうになってます。で何が500種類もあると何が入ってるかわからないと思うんで、そういう場合は例えばじゃあここでヘーパートとかってこう打つと、そうするとですね、あの5を押していただくとヘパトなんとかっていうのがサンプル中に含まれる、サンプルの名前に含まれるものが5件ありましたっていうのが出てきてます。で先ほど紹介したヘパトブラストも出てきますし、ヘップ G2 も出てきますし、あともう一個ヘパトーマのセルラインっていうのもあったみたいですね。とかこれもそうですね、似たようなやつですね、みたいな形で色があのオレンジ色に変わってですね、こんな感じで検索ができるようになっておりますので、検索ができるようになっています。でそれ以外にもっとじゃあ実際に何が入っているのか見たいよって場合は、こちらのサンプル情報一覧っていうのを検索していただくと、あのこういうですね、あの Excel ファイルみたいなのが開いて、じゃあ実際に何が入っているのかっていうのがこのデスクリプションのところに全部書いてありますので、じゃあ実際560個何が入っているか知りたいよという方はですね、こちらバーッと見ていただくと、あのご自身の見たいのがあるのかないのかっていうのが分かるようになっております。でこれ右側行くとですね、あのファントム5のオリジナルのデータの方に行きますので、じゃあ例えばじゃあこの、スパイナルコードがどういう方法でサンプリングされましたか、誰から、例えばじゃあ何歳の男性なのか女性なのか分かんないんですけど取られたんですかっていうのはファントム5の方で非常に詳細に記録されておりますので、まあ、その辺が気になるよという方はオリジナルのサイトを見に行くと、あのその辺が書いてあります。ちょっと試しに見てみますと、ちょっと重いですね。あ、こんな感じですね。リソースブラウザーとかって言ってですね、あのいろいろ出てきますので、まあ、こちらで見ていただくというようになっております。この辺ですね、エクスパンドとかすると見えるようになってます。はい、ちょっとなんかいい時間になってしまいました。でですね、まあ基本的にはこういう感じなんです、レフェックスで。あとはですね、ちょっとだいぶ時間も押してきましたので、ざっといくと今10番をやりましたね。で11番でじゃあ1個前の検索結果一覧画面に戻って、ソート項目を切り替えてどのように結果が変わるでしょうかっていうのは大体皆さんやっていただいたと思いますんで、まあ、さらっといきます。で次にじゃあ、絞り込みができるという話なんですけど、これはあの個別の遺伝子のページなんですけど、これを1個戻っていただいて、この画面、検索結果一覧の画面で、ここの話です、検索条件っていうところを変えてみましょうっていう話なんで、まあちょっとこの通りにですね、ちょっとやってみてください。例えばじゃあ遺伝子にリバーを含むもの、今肝臓特異的をやってますけど、さらにじゃあ遺伝子の名前にっていう場合は、この遺伝子名による絞り込みっていうところにリバーとかって入れてですね、含むものを欲しい場合はインクルード、含まない方がいい場合はエクスクルードを押してください。で、今回含むものなんでインクルードを押してチェックが入りました。で、この条件で絞り込みとかってやります。で、そうすると遺伝子の名前のどこかにですね、なんとかなんとかリバーとかリバースペシフィックとかっていうのが入ってるものだけが今出てきています。これだと、どこだ。あ、こうですね、リバースペシフィックなんとかって書いてますね、とかっていうふうに、こんなような感じで
条件をいろいろ絞ることができます。まあ、あとは同じような話なのでちょっとここではちょっと割愛をしますが、いろんな条件で絞り込みをできますよということを覚えていただければ結構です。で最後に個々のその遺伝子を比較するという話をしたいと思います。でちょっと一回ですねトップに戻っていただいて、もう一回じゃあ肝臓を押していただくというところにしていただいて、でその時に上から3つ遺伝子がこう出てくると思うんですけど、それをですねリストに追加っていうボタンが出てきていると思いますが、あちょっとみんなでやったんで帰ってきていませんが、リストに追加をすると何ができるかっていうと、こういうようにですね、今詳細な遺伝子を見るときは一個一個しか見れないよっていう話をしてたんですけど、それだとやっぱどうしても比較をしないとものが言えないっていうところがありますんで、最高3つまでなんですけど、3つに限ってですねこんな感じでリストするしたものをこう比較ができるように、横で比較ができるようになっています。あこれですね、リストに追加するっていうボタンがあります。これをじゃあ上から3つこうポチポチポチと押していただくと、ここにリストを見るっていうところのカウントが3つになっていると思います。なのでこれブラウザをですね消さなければずっと残ってますので、いわゆる何ですかお気に入り機能っていうんですかね、なんかこうメモしておきたいなっていう場合はここを押しておくと消えないで残ってますので、まあ、そんな感じで使っていただいても構いません。でこのリストに突っ込んだものに関してはそれぞれ比較ができると、そういう仕組みになってます。でちょっと帰ってきませんが、でちょっと二度手間なんですけど、ここにですね並べたいものを比較するっていうボタンをちょっといちいち押さなきゃいけないんですけど、比較するをこう押してください。3つですね。で3つ押したらば、今3遺伝子がって書いてありますけど、これを確認したら遺伝子を並べて表示っていうふうにします。そうするとプロトコルの方に書いてあった画面と同じものが出てきていると思います。でそうすると全て肝臓で特異的にこう発現していると、で発現パターンを見てみても確かにその通りだということがわかると思うんですけど、じゃあこれ何がいいかっていうとですね、下の方にそれぞれはまあ皆さん使い方があると思うんですけど、私個人的にはですねこの下が一番いいと思っていてですね、もう答えを書いてますけど、これジーンオントロジーのところの差分を見れるんです。で 今までの従来のそのいわゆる遺伝子のビューアーってジーンオントロジー書いてあるんですけど、こういう差分の表示ってできないんですよね。この差分が表示できることの良さが分かるとですね、おおと思うんですけど、これ何がいいかっていうと、これ上見るとですね、これ肝臓特異的遺伝子だからなんか機能も同じじゃないかって思われると思うんですけど、ところがどっこいですね、この差分を見ると、例えばブラッドコアギュレーションに関係している遺伝子と、こっちはなんか消化とかなんか酸化とかに関係している遺伝子で、こっちは何でしょうね、これはあれかディフェンスレスポンスなんで、こうなんていうんですかね、なんだとかその辺のとか、そういうふうにそれぞれ肝臓の中でも働きが違うんですよね、っていうようなことで、上っ面だけ、上っ面というかこう発現パターンだけ見るとその辺ってわからないと思うんですけど、よくこう差分を見れるようにして見ていくとですね、全然違うと、働いているところが全然違うっていうことがわかると思います。でこれを活用すると何がいいかっていうと、まあ、今回思い出していただきたいのはよくわからない遺伝子を我々こう解析をしようとしているということなんで、よくわからない遺伝子をじゃあこう3つ並べた時にどうなるかっていうことですよね。発現パターンは似てたらハッピーかもしれないし、発現パターンは全然点でバラバラなんだけど、実は何でしょう、トランスクリプションファクターアクティビティは一緒だったとか、なんか上流下流みたいなのがなんとなく想像できそうな結果だったなんていうのが分かると、この結果からですね何か新たな研究のご自身の研究の仮説をこう作っていけたりとか、まあ、そんなようなことができるデータベースウェブツールを我々目指して開発をしているところです。
ので、こんなような機能もありますので、ぜひですね、こういうのをご活用いただければなと思います。でこれは余談ですけど、価格 .com っていう家電 の比較サイトありますよね。皆さん家電買うとき比較されますよね。家電のスペックってよく分かんないじゃないですか。例えば洗濯機どれがいいんだろうとか、冷蔵庫どれがいいんだろうとかっていう、まあそれの遺伝子版だと思っていただければ、でこう差分を出すとですね、意外にどれがお値打ちかっていうのは結構簡単にすぐ分かるというところの発想で作っています。でこれもちょっと随時更新をしていく予定です。で14番、ご自分の研究テーマに関連するっていうことなんですが、皆さん大体どうでしょう。調べもう終わって調べていたりしてますよね。どうでしょう。でちょっとあと20分しかないので、ちょっともうちょっと10分ぐらい早く終わる予定だったんですが、ちょっとヨタ話が多かったのでちょっと押してますんで、じゃこれはお持ち帰りいただいてですね、まあ、今後使っていただけると思いますので、ぜひガンガン使い倒してください。で私これ作ってますので、もし何か気に入らないところがありましたら、俺どうなっとんねんとクレームを入れていただければ、なるべく対応したいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでですね、レフェックスの似たようなサービスでバイオ GPS っていうサービスがあります。でこれもレフェックスがですね、こうちゃんとする前はこれを講習会で紹介をしていたんですが、まあ、レフェックスの方がいいだろうと私は確信をしておりますので、レフェックスを皆さんに紹介をしているところなんですが、ちょっとレフェックスはちょっとデザインが気に入らないとか良くないっていう場合はですね、別の代替手段としてこういうものもありますので、まあ、こちらも合わせて使っていただくとですね、セカンドオピニオンみたいな形でレフェックスが言ってる情報は信用ならないという場合は、こちらで調べていただくというのももちろん正しい検索の仕方だと思います。なので今回はちょっとスキップをしますが、こちらも実習過去やってましたんで、やり方が同様に書いてありますので、こちらも参考にしてみてください。で、あと残りの20分でですね、本題がだいぶ来なかったんですけど、こちらやりたいと思います。で、数十とか数千の遺伝子群をじゃあどうやって生物学的に解釈をしていくかということで、まあかなり著名なサイトなんですけど、こういうデイビッドっていうサイトがあります。デイビッドを使ったことがないという方、初めて今日知ったという方、いい感じですね。実習の回がありますね。じゃあこれやってみましょう。それでこれ非常に簡単なサービスなんです。で、ちょっとねびっくりするぐらい簡単にできますので、やってみましょうということで、でいろいろ脳書きが書いてあるんですけど、まあ、この辺はもう読んでいただければそういうことです。すぐ分かると思います。で大事なのはこういういろんな多量のデータがこうバーッと出てくるわけなんですけど、いわゆるなんていうんですか、バイオインフォマティシャンがですね、こう正規化したよとかクラスタリングしたよとかっていろいろ言ってくるわけなんですけど、それはですね、そこにバイオロジーはないわけなんですね。こう統計解析で数学的に出てきた、算数の計算で出てきたものであって、じゃあそれが実際にじゃあ生物の中で細胞の中でどういうふうにちゃんと働いてるかワークしてるかっていうのは、やっぱりこう地上でですね、地上部隊がですね確認をしないといけないところで、まあ、それの助けるためにいろんなこういうビッグデータが出てきて、そこからじゃあ解釈をしてどこに目星をつけるかっていうところの話を今回したいと思います。でこれに関わってくるのが、先ほど説明をしたジーンオントロジーを活用しているということです。それでですね、マイクロアレのデータの準備なんですけど、まあ、今回はもうお料理教室方式で、すでに私がですね、下ごしらえをしてあと食べるところまで作ってあります。で、これ元のデータもちゃんとあって、何かというと NCBI の GO っていう、そのマイクロアレのデータですとか NGS のデータをこうレポジトリするサイトがあるんですけど、そこに多くのデータはですね、レポジトリされていて、どなたでもご自由に使えるようになっています。そこから我々検索をしまして、取ってきています。でこれはどういうデータかっていうと、ある実験の前後の2つ、2群間、実験前実験後の2群間で発現が優位に減少した遺伝子群のリストっていうのを私が作りました。でこれマル秘遺伝子リストって書いてありますけど、これをですね、じゃあ皆さん右クリックして新しいタブで開くか、もしくは、名前をつけてリンク先を保存、まあ、どちらでもいいです。まあ、簡単なのはリンク先、新しいタブで開いていただくと、まあ、こんな数字の羅列がですね、
出てきているのではないかと思いますが、こちらを全て選択してコントロール A ですかね、コントロール A で全選択でコントロール C でコピーですね。Chrome だと右クリックすると全てを選択とか出るかと思いますけど、いずれにせよ全部を選択していただいておいてください。でこれを使ってですね、じゃあこのデータっていうのはどのような実験から得られたデータなのかを実際に解釈をしていただいて当てるという、そういうゲーム方式でやりたいと思います。本来はご自身がやられたどういうデータセットか分かってる上で解析をするわけなんですけど、まあ、今回トレーニングなのでそれのちょっと逆引きですね、解釈の方法をまあ習うという意味でそのちょっと逆をやってみたいと思います。どういうデータをデイビッドに投げたらこういう結果が返ってくるだろうっていうことをちょっとこう妄想というかですね、考えながら進めてみましょう。で、じゃあ早速デイビッドを使いたいと思います。でデイビッドは上の方にありまして、こちらを右クリックしてリンクを開いてください。もうレフェックスは消して結構です。でデイビッドはこんなようなサイトです。でいろいろごちゃごちゃ書いてあるんですけど、使うところはもうこの左上のスタートアナリシスっていうところです。でここを押していただくと、左側にですねこんなアップロードジーンリストっていうこういうところが出てきていると思いますので、ここにですね先ほどの数字の羅列をですねペーストしていただくと、もしくはファイルを落とされた方はここから Choose from a file というところでここからファイルを選択していただくと、どちらかでいいです。でどちらかやっていただいて、次はですねじゃあこの ID、 これ ID なんです、実は ID でした。でこれは何の ID ですかっていうのをデイビッドに教えてあげなきゃいけないので、こうセレクトアイデンティファイアって出てくるんですけど、すごいこのデイビッドのいいところはいろんないわゆるこうデータベースの ID に対応していることなんですね。だいたいここ探せばご自身使われているいわゆる遺伝子の ID っていうのが何かしら見つかると思いますので、これをやっていただければすぐ一発で ID を変換せずともできるようになってますので、ちょっと探してみてください。で今回は初期設定のままですね、アフィメトリクス3プライム IVTID、これで結構です。でステップの3番として、このリストはじゃあどのタイプですかっていうの で実際に自分の興味のある遺伝子のリストなのでジーンのリストにします。でバックグラウンドっていうのはまあ、おまけでかなり進んできた人がやったらいいと思うんですけど、デイビッドに載せているバックグラウンドが気にならない場合は自分でバックグラウンドを指定することができますので、そういう場合はこちらを選ぶと。私が何言ってるか分かんない方はもう上だけで覚えて帰っていただければ結構です。はい、でこれが終わりましたら、サブミットリストを押します。もうこれで終わりなんです。これでですねビッグデータの解析ができたという、なんてお手軽なツールなんでしょうというところなんですが、できましたら、ここのファンクショナルアノテーションツールっていうところを押します。でまたこれも小さい字で書いてあるんですが、こんな感じでですね、出てきておりまして、サマリーが返ってきてます。でここに載せた、9つぐらいのいわゆるまあカテゴリーっていうんですかね、こういう今まで説明したジーンオントロジーもありますし、こう文献的な観点で分けた場合、あとは例えばパスウェイだと後半で川島さんがやるケッグのパスウェイにじゃあ載せた場合にどうだったかとかっていうのも見れますし、あとこうタンパクのドメインだとかインタラクションとかの観点でも見れます。まあ、ただ一番いいのはやはりジーンオントロジーが一番分かりやすいと思いますので、ジーンオントロジーのプラスボタンを押していただいて、こんなのが出てきます。こんな感じですね、バーが出てきてますけど。でそうするとですね、もうずっと私喋っちゃってますけど、今はですねガーッと来て今7番まで来ております。でそうすると、で今回はこの先ほどジーンオントロジー3つぐらいこうタームがあるようなことがさっき見えたと思うんですけど、バイオロジカルプロセス BP ですね、これ生物学的なそういう現象に関係しているジーンオントロジーの集まり で下は CC ってあって、これがセルラーコンポーネントなので、細胞のどこにその遺伝子が極在して働いているかみたいな情報で、もう一つはモレキュラーファンクションなんで、分子の機能としてどういうものがあるかっていう、この3つの大きな
軸がありまして、この3つの軸で見ていくということになります。でそれぞれこう階層的にですね、辞書なんで書かれているんですけど、それが 1,2,3,4,5 上に行くほど非常に概念的で、下に行くほど使用末節の現象のタームになっていきます。なんでそれぞれ見ていただいても構わないんですけど、これデイビッドの方でですね、便利な何でも一番いいセットみたいなのを用意してくれてます。でそれがこの赤くなっているファットっていうグループなんですね。でこれこれをもう使いましょうということで、この赤い字のところのチャートっていうところを押してみます。でそうするとこんなようなページが出てきたんではないかと思うんですが、もしかしたらマシンの設定によってはこれが出ないというケースがちょっと予想されるんですが、大丈夫ですかね、出てますかね。ポップアップは禁止されていますとかっていう出る場合がもしかしたらあるかもしれないんですけど、危ないサイトではないので、イエスにしていただいてポップアップを開いていただければ OK なんですが、もしわからない方いたら手を挙げていただいてちょっとサポートしてもらってください。でできた方はこれがもう実際のですね回答なんですね。でこれはバイオロジカルプロセスを見てますので、生物学的なその現象とかそういう側面のタームが出てますが、これじゃあ何かってフォトシンセーシスっていう言葉があるんですね。ちょっとここ医学部なんですけど、これちょっとさっきごめんなさい、いろいろ説明をすっ飛ばしましたね。これ見る前に大事なことがあって、今投げた ID のリストはじゃあ生物種は何だったのかっていうのをまず最初ごめんなさい説明してなかったです。そうするとここに出てきました、アラビドプシスなんですね。これ植物のあれですね、モデル生物ですね。ってことで今回のデータ一つ答えが分かったんですね。アラビドプシスのデータだと。アラビドプシスのデータで、ある二群間の実験をしたときに発現が減少した遺伝子が、3000個弱ありましたっていうのが今皆さんの手元にあるヒントなんですね。でそういう頭でこのリストを見ていただくとどういうことがわかるでしょうかっていうのが、答えにつながっております。で一番こうトップに出てきた一番もっともらしいのがフォトシンセーシスでしたよと。でフォトシンセーシスっていうのは高校か中学の理科で習ってると皆さん必ず習ってると思うんですけど、光合成ですね、植物の主要機能ですよね。光合成が一番上に来たっていうことをちょっと覚えておいてください。でちょっとこれ消さないでおいて、じゃあ他にじゃあ極材の情報を見てみましょう。で見てみると、じゃあ極材はどうかっていうとこんな感じになるわけですね。そうすると極材、細胞のどこに働いている遺伝子が多かったかっていうと、プラスチドパートとかクロロプラスト、こういうのやりましたよね、中学高校生物の時間。どうでしょう、最近のあれですかね、あれだとやらないんですか、わかんないですけど、こんなようなのがトップタームとして出てきてるわけですね。で最後にじゃあモレキュラーファンクションも一応見ていきますけど、分子の機能としてはどういうものがあるかっていうと、こんなようなのがありますよっていうことで、コファクターバインディングはなんかちょっと言葉が大きすぎてちょっとよくわかんないですけど、2番目がクロロフィルバインディング、クロロフィルですよ、クロロフィル、なんかちょっと植物っていうかね、こうあれですよね、聞いたことあるような感じになってきます。ということで大体この3つを見ると、どういう生命現象が裏にあるかなんていうのがなんとなく皆さん頭の中で出てきたと思いますので、ちょっと考えてみてください。2分ぐらいちょっと時間を取りますので、ご自身で他のこういうオールとか5とか4とか3とか見てみてもらっても構いませんので、ちょっと時間を取りますので、考えてみてください。もしここまでできてない人、そうですね、今のうちにちょっとキャッチアップというか、ちょっと時間ありますので、特にコピー&ペーストでつまずける方、おっとそういう方もいらっしゃいますか。
ごめんなさい、ちょっと早くバーッと来ちゃいましたけど、ちょっと今の時間で周り見渡していただいてですね、できてないとこれ全く面白くありませんので、今とりあえず10番11番ぐらいまでもう来ておりますので、あとじゃあ大体できている方は今までのこういうですね、今12番をこれからやります。デイビッドで得られた結果を踏まえて、じゃあ最初マル秘遺伝子リストを皆さんダウンロードしましたけど、ある実験っていうのはどういう実験だったかっていうのをちょっと考察してみてください。で、今までも得られている情報というのは、マル秘遺伝子リストっていうのはある実験の前後の2群間で優位に発現が減少した遺伝子群のリストですよっていうことが一つで、もう一つは生物種、サンプルの生物種はアラビドプシスで、白犬ナズナ植物ですねのサンプルですよと。でデイビッドで解析した結果分かったことは、どうやら光合成に関する遺伝子群がガーンと下がったらしいとか、あとプラスチドとかクロロプラストで働いている遺伝子がガーンと下がったらしいっていうことが一つで、もう一つが何でしたっけ、クロロフィルバイン、クロロフィルと何かこう結合をして働く遺伝子がガーンと下がったよっていうことが大きな特徴としては3つ分かりました。ここから考えられる元の実験データってどういう実験をしたらこういう遺伝子が減少しそうかっていうのを考えるっていうのが趣旨です。どうでしょう、だいたいあと残り5分なんですが、分かったよという方、これどなた、生物の授業を私取ってないんで分かりませんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、どなたでも知ってる現象、そんな難しい現象ではもちろんないので、もう一般常識として知っているレベル の、 現象の話ですので、で下に答え合わせって書いてあります。ここ答え出てきちゃいますので、ちょっとまだ押さないでいただいて、はい、よろしいですかね。あとじゃあ20秒ぐらいで解説に行きたいと思いますが、どなたか分かった方いらっしゃいます？こういうことじゃないかなっていうの、もし間違ってても全然構わないんで。あ、はい。光合成。はい。元がどういうデータだ、どういう実験をしたかとかっていう話なんですけど、実験前と後なので。光を受けたり消したりとかそういうことじゃないですか。あ、そうですね。あ、いや、非常にありがとうございます。そういう今光を当てたものと当ててないものっていう話をいただきました。もうそれそういう感じでいいんですね。まあ、非常に簡単な実験でよくやりますよね、小学生の頃とかね、葉っぱに光を当ててアルミホイルで覆ったりとかっていう実験をするわけなんですけど、それではじゃあ答えがどういうものだったかっていうのを、じゃあちょっと答え合わせをしてみましょうということで、答え合わせをしてみます。あ、出てこない。あれ、あれ、おかしい。あれ、ちょっとトラブルがありまして、答え合わせ の、 サイトがちょっと落ちております。ごめんなさい、これちょっとこちらの不手際で。ですね、答え発表すると。アドレスをアンさん。アンさん、あ、そっか。まあいいや、ちょっととりあえずいいですで、ごめんなさい、これ直しておきます、今すぐに僕が終わりましたら。で、答えは先ほどおっしゃっていただいたのとちょっと近くてですね、脱分化をさせているとっていう実験なんですね。植物の細胞を細胞壁ってあるじゃないですか、あれを細胞壁を酵素で処理するんですね。で、そうするとプロトプラストっていう細胞壁がない植物細胞が出来上がると。で、そうするとそこからもう一回植物って脱分化をして全能性を得てもう一回木が生えるんですよね、植物は。で、人間を含む哺乳類はそれができなかったんで、山中先生がそれを発見されてノーベル賞を取られたわけなんですけど、植物はもう大昔からそれが知られていて、もうかなり古典的な実験なんですけど、まあ、そういう実験をされたと。だから非常にまあイメージとしては近いようなところなんですけど、
植物の機能を失わせる実験をしたんですね。で、植物の葉っぱの主な機能っていうのは光合成をすることなんですね。で、光合成をすることが機能を失ってるので脱分化ですよね。だから山中先生の件なんかでも、例えば皮膚の細胞を脱分化させて ES 細胞ライクに戻すっていう、それだから機能を失わせて全能性を獲得させるみたいなイメージだと思うんですけど、まあそういうような現象が植物はあって、まあ、そういうデータなんかも実はもうパブリックになってるので、まあ、そんなようなデータを今回使ったというふうになところで、あの答えがそういうものになってます。で、答え合わせのサイトにあのそのオリジナルデータのリンクも貼ってありましたので、ちょっとこれからですね、あのすぐ直しますので、あのもしあの小野が言ってることがちょっと信じられないよという方はご自身であの生データを落としていただいて、もう一回解析するようなことができるようになっております。ということで、あと1分になったわけですが、で大体私の話はこれで終わりなんです。で大体どうでしょう、こういうデータ、結構大きなデータの解析って大変そうだなと思ってたけれども、意外に簡単にウェブベースでこうクリックコピペベースでできるんだなっていうことはなんとなく感じられたんじゃないでしょうか。でそれをちょっと感じていただければ、あとご自身でですね、いろんなもうウェブツールですとか情報がたくさんありますので、いろいろ組み合わせていただいてご自身の研究をあのどんどん推進していただくというところに使っていただきたいなと思ってます。で私の方は今回あのもう何て言うんでしょう、お料理教室的でもうレンジでチンするだけだったんですね。でそうするとやっぱりなかなか汎用性がないので、いつもの講習からだとこれで終わりなんですけど、今回は後半戦、実践応用編で、で実際に生データを落とすって探してですね、落としてきて、で簡単にじゃあ2倍以上増える遺伝子をカットオフをして、そのリストを取得するところまでじゃあやろうということで、後半はそういうアレンジになっております。でまた例えばデイビッドを使ったりですとか、あともう一つまた別で違うあのツールがありますので、そちらであのいわゆる数千みたいな遺伝子のリストをどうやって解析したらいいかっていうのを後半の応用実践編でやっていきたいと思いますので、私のところはだいたいこんな感じで終わりにしたいと思います。